伊勢神宮の神殿には古代米やもち米など神事の時に備えられる米が10種類以上栽培されています。ヌイボ祭はその年の初めての実りを祝い感謝するもので、今日は神職や農家の人たちおよそ50人が参列しました。神事では作長と呼ばれる水田の責任者が神職から鎌を受け取り、米作りを担う作庭がその鎌を使って丁寧に稲を刈りました。さらに刈った稲から1本ずつ稲穂を抜き取って、縫い穂と呼ばれる直径5センチほどの束を作っていきました。これらは来月15日から始まる神嘗祭で神前に備えられます。伊勢志摩地方では縫い穂祭が終わると秋の訪れを告げます。